収穫した証とはその日のうちに加工する。証本来の味はもうここで決まります。水洗いや塩もみを終えた後、梅酢を入れると鮮やかなゆかり色に。さらに太い茎を取り除くなどの選別作業を行い、塩や砂糖などで味付けをして乾燥させる。1日およそ11万袋を生産する。ゆかりを開発した三島食品は1949年に創業。当時は魚粉などを使ったふりかけの製造をしていた。1960年代ある社員が、名古屋ではしそ漬けが人気があると報告。これを乾燥させてふりかけにしたが、発売当初はなかなか売れなかった。しかし1970年代後半以降、学校給食で使われるようになってから認知度が上がった。三島食品2代目社長の三島豊さん、実はあのゆかり店の生みの親でもある。飲み屋さんに行って、焼酎の上から食い割りを頼んで、おもむろに出して入れたところ、キャーって言われて、お、欲しいって言われた。あ、じゃあこれ商品化してみたらって言って。意外なところから生まれたゆかり店は大ヒット。従来のふりかけにとらわれない発想が功を奏し、ゆかりは昨年度過去最高の売り上げになった。分析、自由な発想で新製品を生み出し続ける。今ではゆかりのドリンクに、ゆかりのスイーツまで、さまざまな商品が生まれている。今後の袋を作り続けたことと、諦めずに売り続けたことじゃないかなと。ゆかりが必需品になればと思ってます。今日は注目の発言が相次ぎました。木村は基本記録に近いペースで泳ぎましたが、世界新を出した中国選手には届かず3位かもしれませんので。幼児キャンパス、日本工学院は7つのカレッジ。パナソニック、なんと世界で三つ星いただいちゃいました。新しくなったプライムリッチで、リッチなリッチにしましょう。ますますリッチになった新プライムリッチ、大好評です。あ、あの人に教えてあげなくちゃ。オフが3つのゼロになってさらに美味しくなったんです。知ってます。もっと美味しくゼロを飲もう。新しくなった朝日を。あさって山中伸介と共に世界戦に挑む35歳長谷川穂積、負けたら引退と、ボクシング人生をかけ日本人最年長での王座獲得に挑みます。チャレンジであり、非常に嬉しいことです。勝ってチャンピオンになれるよう頑張りたいと思います。マツダのクリーンディーゼルは進化し続ける。力強く素早い加速も、じんわりと緩やかな加速も、アクセルの踏み方からドライバーが期待する加速を精密に読み取ることができる。もっともっと人と一つになる車は、マツダの新しいチャレンジがアクセラから始まります。ディアドライバーファスト。さあ、プロ野球はですね、パリーグは大変なことになってるんですよ。というのも日本とソフトバンク、あそこいい、あそこまでこのジャンプが公式で、プロの違いがビジネスを変える。世界を白紙から作るエプソン。発表まであと1週間となりましたね、上さん。そうですね、そして来週なんですが、日銀が総括的検証を発表します。それを前に金融政策をめぐる議論が今活発になっています。
今日は特にマイナス金利をめぐって各界のキーマンから発言が相次ぎました。今日都内で開かれた海外投資家向けイベントにメッセージを送ったのは安倍総理です。日本銀行の金融政策の効果は実際経済に徐々に波及してきています。住宅ローン金利は歴史的な低水準に低下し、民間住宅投資が増加しています。日銀が金融政策の軸にマイナス金利を据えるとの一部報道が出る中、マイナス金利を後押しするような発言、この人もマイナス金利によってですね、一定の成果も上げているということもこれ事実ないでしょう。しかし今日の東京株式市場では銀行株が軒並み値下がりし、日経平均株価も3週間ぶりの安値となりました。銀行の収益悪化など副作用への懸念も依然くすぶっています。マイナス金利の深掘りっていうのはなんかこう効果がないんじゃないのか、むしろマイナスの方が大きいんだね。上銀行にとってはね、まあいいことないですよね。決算については大変厳しいですけど、賛否が交錯する中、日銀の検証の発表まで神経質な1週間となりそうです。続いて現在の為替相場です。円相場は1ドル102円60銭台、1ユーロ115円40銭台の値動きです。アメリカの利上げ判断の新たな材料となりそうです。自分を信じてくれ。